上陸南島。はい、どうもこんにちは、伊沢です。はい、今日はですね、いよいよ南島にフェリーに乗ってね、行くっていう日です。はい、これからね、1時半のフェリーに乗って、南島のね、ピクトンっていう街に行きたいと思います。でね、車でフェリーに乗るの初めての体験なんで、このカメラでね、記録をね、残しておきたいと思います。それでは、行ってみましょう。レッツゴー。バランパン、トゥルトゥトゥル、バランパン、トゥルトゥトゥル。結構時間かかる。ようやく次です。このねブッキングナンバーがあるんで、こいつをね多分見せてあげればチェックインできるんだと思います。 Hello. はい、Yes. Perfect. So you can hold on to this for now. Yeah. You're just gonna drive around the lamppost. Got the cabin. It's got a lane. Park in lane three. In suite three. Yep. Okay. Yep. Yeah. Behind the cars. Okay. Thank you. Thanks. So and after park, what should I do? Just. You can stay there or you can go for a walk. You just need to be back by 1:15. So you have 15 minutes to walk around. Okay. Thank you. Bye.車で待つみたいですね。ラインになってる。リンってこと？リンかな？謎。謎やけど、まあいいでしょう、きっと。はい、ってことでね、1時15分に車に、ね、戻ってればいいってことなんで、これからね、ちょっとトイレに、ターミナルの方行ってトイレに行って、戻ってきたいと思います。はい。結局ね、30分ぐらい車の中にいて待ってるんですけど、ようやくね、右側のキャンピングカーが乗船し始めましたね。疲れたね、もう眠い。あ、動き出した動き出した。行きます。これからね、中に入っていきます。はい、ということでね、船内に入ってきました。結構ね、もうね、席がいっぱいでなかなかね、いい席は取れなかったんですけど、ここでね、何時間？ 3 時間半ぐらいかなの旅をね、楽しみたいと思います。
ふわふわしてきたんで飲み物を、ね、飲んでねごまかしてます。やっぱ船あんまり得意じゃないですね。島が見えてきました。目の前に はい、ということでビクトン着きました。これからね、車乗って降りたいと思います。ちょっとね、天気は良くないですけど、いよいよ南島に上陸です。行ってみましょう。はい、車に戻ってきました。これからね、出るんですけど、すごいね、入れ方してあるんで、擦らずにね、出ていけるのかどうかちょっと心配ですけど、いよいよです。ついに上陸、南島来たぜ、来ました、南島です。はい、ということで無事にピクトンに到着いたしました。ということは南島に上陸でございます。ついにやってまいりました。はい、というわけでね、これからは南島の方でいろんなね、ニュージーランドを皆さんにお届けできたらと思っておりますので、ぜひね、まだの方はチャンネル登録とグッドボタンの方もね、よろしくお願いいたします。はい、それでね、初めて車でフェリーに乗ったんですけども、なかなかね、貴重な面白い体験ができたんじゃないかと思います。次回はね、南島のどこかをお届けできると思いますので、お楽しみにお待ちくださいませ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Ladies and gentlemen, and welcome to